こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おー、やっぱり俺も外れた PS5、 ヤマダ電機とビッグカメラ両方とも外れたそうか、俺も外れたよ。でもなんかビッグカメラの方のメールは当選がなされませんでしたみたいな、微妙にこう丁寧に書きすぎてるせいか、 SNS 見ると当選しました、でもキャプチャー見ると外れてるのになっていう投稿結構見るんだよね。これ売り買い、買う日になったら店頭が結構パニックになるんじゃないかって今からなんか想像しちゃうんだけど、どうかね。でね、全然関係ないんだけど今日はまた沼の話をしようと思う。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで全43アプリで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。はい、今日は9月30日ということで、なんかポッドキャストの日ということらしいですね。このラジオ番組をポッドキャスト形式でも配信してますので、なんかね、それっぽいこと言えればいいんですけどとりあえず平常運行でいきたいと思います。皆さんね、レックとかスタンド FM とかラジオトーク聞いてる人もね、ぜひポッドキャストもぜひ、聞いて音声文化ね、楽しんでいきましょう。でですね、今日は沼の話です。以前パソコン沼の話をしました。なんかハードディスクを付け替えたとか CPU クーラーを付け替えたとかいう話ですね。で、意外とうまくいってないという結論だったんですけども、今日は、グラボ沼ですね。グラフィックカードというパソコンに取り付ける、後付けする、まあ、グラフィックスをものすごく綺麗にするパーツのことです。で、安いのは本当にもう数千円からあって、で、高いのはですよ、高いのはもう20万円近くするものもあるんですよ。まあ、もっと上のもありますけどね。で、その沼にはまったわけですね。沼というからにはあんまりいい結果じゃないということですよ。結論から言うと5万円ぐらいかな、5万円ぐらいのグラフィックカードを買ったんですけど、まあ、残念ながら、動画を編集する、まあ、最終的に書き出す、エンコードする速度はですね、ほとんど変わんなかったといやー、びっくり。でね、調べたら、よくよく調べたら確かにそんな変わんなかったよっていう記事はね、実は見つかりました。おいおい、今更見つけるんだよ、見つけるのかよとかね、思いましたけど、まあやっぱりね、買いたくなっちゃってた時はもうそういうバイアスがかかるわけですよ。さっきのビッグカメラの当選しなかったメールと同じように、当選したいしたいと思ってみるから、微妙な言い回しをそうやって誤解する方に解釈しちゃうわけですよねバイアスがかかるというか。で、僕もグラフィック性能は確かに3倍とかなんですよ、今の、以前買ったカードから今度買ったカードをグラフィック性能だけで見れば、まあ、いわゆるベンチマークっていう調べをすると3倍なんですけども、動画のエンコード変換に関しては残念ながらほとんど変わんないとね。でもそうやって3倍、じゃあエンコードもすげえ速くなるんじゃんっていうそういうバイアスでも見ちゃってるから、どんな情報が入ってきても多分ダメなんですよねいや、ほんまさに沼ですよ、まさに沼。いやー、ほんと最初はね、目を疑いましたけど、もう何をしてもダメでしたね。
価格コムのサイトで見るとこういうパソコン周りのトラブルシューティング系は結構情報があります。で今回も価格コムの掲示板を見ました。僕はパワーディレクターという動画編集ソフトを使っているのでそこの掲示板に何件かありました。まあ、要はハードウェア、グラフィックカードを使っても速くなりませんみたいな投稿ですね。でいくつか設定が書いてあってこれするといいよこれするといいよっていうのがあったんですが、まあ全部特に変化なしですよ。で今回沼っていうことであえて言いたくなったのはさらにですよ、さらに調べると NVIDIA というメーカーから出てるんですけども、その NVIDIA のサイトでグラフィックスドライバーのなんかクリエイター向けのドライバーが別にあったんですよ、GeForce Studio なんちゃらっていうドライバーがね。でそれを入れるといかにも速くなるような感じで書いてあったんですよ。特に Adobe という会社のプレミアプロっていう動画編集ソフト、それはもうバッチリ対応してますよみたいな書き方で触れ込みされていたんですね。おお、これはじゃあこっちのドライバー入れればよかったのかということで入れてみたんですよ。まあそうしたら今度はびっくり、私のパワーディレクターというソフトは確かに対応の中には書いてなかったので、当たり前といえば当たり前なんですが、まさかそのハードウェアエンコードができるというチェックボックスさえつかなくなるとは思いもしなかったですね。まあ対象に書いてなかったので当たり前といえば当たり前なんですけど、ちょっとぐらいはね反応するだろうぐらいには期待しちゃうわけですよ。でも残念ながら、まさかのチェックさえもできないとびっくりですよ。でアンインストールとかがさらにできないんですね。なのでしょうがないんで、ゲームドライバー、まあ、通常のドライバーをまた Windows に入れ直したんですよ。そうしたらですね、何か設定が残っていたんだか、まあグラフィックスカードの性能が引き出せないのはしょうがないとして、 CPU メインの半導体のチップの速度までね若干下がりました。もう泣きましたね。それまでは 100% フルにこう稼働してたんですけど、そのドライバーを入れてさらにゲームドライバーを入れて、まあ現状回復したと思われる状態まで戻したんですけど、残念ながら CPU も今度は 100% までね回らなくなっちゃいました。いやーもうね、ここまで来るともうあとは再インストールとかそういう話になっちゃうんで、もういいやと思って諦めました。でよくよく話を聞くと、その高いグラフィックスカードを買ってもやっぱり速くなるわけではないっていうのは結構通説らしいです。でさらに、最近のグラフィックスカードだと、グラフィックスカードの性能のまあ3割ぐらいしか出ないというのももうどうやら通例みたいです。たまたま僕のグラフィックスカード前の GTX っていうカードの方は5割まで出ていたので、まあもうちょい行くだろって勘違いしちゃったんですよね。そしたらびっくり、今度新しく買った RTX っていう、そのゲームについてはすごく性能が良くなった RTX については今度は GPU 使用率3割ですから、いやーこれはねちょっと悲しくなりました。そう、前のね GTX の方が早かったんじゃないかっていうぐらいで、ちょっとねあまりにも性能が引き出されなかったんでちょっとショックでしたね。なんかねフォートナイトのレイトレーシングやってみたいっていう言い訳を考えちゃうんですよね沼に入るハマるとね。はい、ですから皆さんも高い買い物をするときにはよく下調べをしてから買いましょう。さて話は変わりますが、明日から10月、改正著作権法が始まりますね。いわゆるリーチサイト、まあデータがなくてもリンクを貼ってる違法の音楽に対してリンクを貼って、いろんな楽曲を提供して広告費を稼ぐというような違法アプリのへの罰則がさらに厳しくなります。さらにダウンロードした人も罰則になりますので、皆さんね、そういった違法の音楽サイトは絶対に使わないようにしましょう。
Spotify のね、プレミアムとか、無料版の、YouTube で公式に出てる、ね、音楽とか、そういうものを聞いて、アーティストさんにね、還元していいクリエーションのサイクルをね、みんなで作っていきましょう。はい。ねえ、明日から10月ですよ。早いですね。10月ということはもう10月、11月、12月。もうあと3ヶ月で、もう来年ですよ。早いですね。いや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 。そう、だからね。まあだいぶ今日なんかもね、ほんと寒くなって、うん、冬も間近だなという感じですよね。まあだいぶ薬も効いてきたので、声もようやく少し出せるようになってちょっとほっとしましたけど、まあまだまだね、冷えないようにしたいと思います。先ほどの、サブスクの、問題ないサイトというのは L マークというね、マークがついているので、まあ Amazon Music とか Apple Music とか、そういった大手どころはもちろん大丈夫なんですけども、皆さん気をつけて音楽を聴くようにしましょう。明日から改正著作権法が実施されます。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。うん、でもグラフィックス綺麗になったからいいんだ。おやすみなさい。